抑えられます。あいつ、昨日の CM 開けます。7、6、5秒前、4、3。さて続きまして、今会いたい人のコーナーなんですが、前回の大好評を受けまして、本日も彼に来てもらってます。現役高校生探偵、明智五郎くんです。何？明智くん、ごめんね、忙しいところ。しかしすごいね、人気。僕も驚いてます。ちょっと恥ずかしいですけど。何でも探偵として今気になっている事件があるとか。そうですね、斑目画伯のスキャンダルでしょうか。出た、怪盗騒動ね。明智くんも気になってたんだ。ズバリ聞いちゃうけどさ、正義の怪盗どう思う？本当に正義のヒーローならいてほしいですよ、夢があるし。へえ、頭から否定じゃないんだ。これでも僕、サンタクロースとか実在したらいいのにって未だに時々考えますから。まあ本当の本当に実在したら住居侵入で逮捕ですけど。でももし仮に本当にそんな怪盗がいるんだとしたら、僕は法で裁かれるべきだと思います。はっきり言うね。彼らのやってることは犯罪？ネットとかじゃ怪盗団がいなきゃ今でも悪事が続いてたっていう人もいるけど。斑目画伯のしたことは許されない罪です。でもそれを法律以外の尺度で勝手に裁くのはただの死刑、正義から一番遠い行いです。第一、人の心を無理やりねじ曲げるなんて人間が一番やっちゃいけないことですよ。なるほど、確かにね。自分から怪盗なんて名乗る連中だもんね。相変わらずすごいね。カリスマっていうか、なんか話に聞き入っちゃうよね。これで怪盗が本当は実在してなかったらお恥ずかしいですね。その時は顛末を高校生活最後の自由研究にでもまとめたいと思います。では明智くんと同世代の高校生たちにも怪盗について聞いてみましょう。まずは、怪盗は実在すると思う方、お手元のスイッチをどうぞ。実在するに決まってんだろ。3割ちょっとくらいかな。明智くん、どう？意外と多いですね。ちょっと驚きました。みんなは怪盗の行いについてどう思ってるのかな。それではこちらの学生さんに聞いてみましょうか。もし仮に怪盗がいるとして、彼らのことどう思いますか？そうきますか。怪盗は法で裁かれるべきだと主張した明智くんとは反対の意見だね。ええ、ここまではっきりと怪盗を肯定するのは興味深い。じゃあ彼にもう一つ聞いてみたいことがあるんですが、もし君の身近な人、例えば君の隣に座ってる友達、ある日突然彼らが心を変えられたらどうする？怪盗の仕業だとは考えない？なるほどね。でもどうして言い切れるのかな。僕は実は彼らの行いの善悪よりもっと大きな問題がある気がするんです。ん？どういうことかな。人の心をどうやって変えたのかってことです。心を操作する、そんな力があるなら自白だけに使われるとは限らないですよ。もしかしたら僕らが普通の犯罪だと思ってることも、実はすでにそうやって起きてるのかもしれない。確かにその通りだ。いや、誤解しないでください。もしもそんな力を使える輩がいれば、そういう過程の話です。でも決して無視はできない。僕らの暮らしに対する脅威に他なりません。
実はもう警察とも足並みを揃えていくつもりで動いてるんですけどね。あいつの言ってることちょっとそうかもって思っちゃった。俺らが悪党みたいな言い方しやがって気に食わねえ。でも警察ってマジ？言わせておけばいいさ。正義かどうかは自分たちが決めることだ。てか悪い、ちょっとトイレ、すぐ戻っからここで待っててくれ。もう私先に行ってるからね。あ、君はさっきの。会えてよかった。お礼が言いたくてね。やっぱりアンチテーゼがなきゃアウフヘーベンは起こらない。ごめんごめん、君との議論がとても有意義だったってこと。あんなにはっきりと意見をぶつけてくれる人、僕の周りにはあまりいなくてね。大人たちは若者を利用するばかり、同年代は流されるまま肯定するだけ。君とはいい議論ができると思うんだ。またどこかで話せないかな。ありがとう、嬉しいよ。本当に囚人には面白い子が多いね。また会えるのを楽しみにしてるよ。それじゃあ。また面倒なのに気に入られたもんだな。でもあいつから学べるものは多そうだ。よくも今日まで警察の包囲網をかいくぐってこれたものだわ。警察関係者の誰かと通じていたのかしら。一体どういうこと？我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、正義のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし、悪い悪いで、今の明智か？すかした面しやがって。一緒の空気吸うだけで気分最悪だぜ。さっさと行こうぜ。Thank you.